はじめの塩らしい態度は一変し、嫁の私に嫌味を言うようになった義妹。そんなある日、お気に入りの高級シャンプーが誰かに使われていることが発覚した。義妹を疑うが、はぐらかされてしまう。そこで私は、シャンプーの中身をあるものに入れ替え、様子を見ていると。あんた、よくもやってくれたわね。怒鳴り込んできた義妹の姿は、悲惨なことになっており。私は牧野弥生。現在、義母と3歳の娘の彩香と一緒に、義実家で暮らしている。大手建設会社に勤めている夫は、現在海外支社に単身赴任中でいない。転勤族の彼は、結婚前からいろんな県へ引っ越しを重ねていた。彩香が生まれた当時、地元で働いていた夫は、彩香が2歳になると同時に海外出張へ。これから娘がどんどん成長していく間も、夫は転勤を繰り返すだろう。娘が生まれる前は、私も転職などをしてついて行っていた。しかし、それを娘にも強制していいのだろうか。きっと教育に悪いだろう。これからどうしようかと考えていた時、義母の陽子さんから同居の話を持ちかけられた。息子の助けなしに彩香ちゃんを育てるのは大変でしょ？私も育児に協力するから一緒に住まない？私も歳で体にガタが来始めているから同居してくれると助かるわ。彼女の夫、つまり義父は私の夫が高校生の時に亡くなった。それからずっと義母は女手一つで夫と妹のあずささんを育ててきた。彼女一人の力で兄弟を大学まで進学させたのは本当にすごいことだと思う。私たちが結婚する頃まで義母は義妹と同居していたという。しかし去年義妹が結婚したと同時に家を出て行ってから一人きり。義母の言う通り、年齢のことを考えると心配である。それに、義実家周辺を調べてみると、保育園や小学校があり、教育の環境が十分に揃っていた。夫の出張に合わせて環境を変えるよりも、義母と同居した方が娘にとっていいだろう。そう考えた私は、夫と話し合った末、義母との同居生活を始めることにした。義母はとてもいい人で、同居前の宣言通り、育児や家事に積極的に参加してくれる。私が残業で保育園へ迎えに行くことが難しいとき、義母は嫌な顔をせずに、彩香を迎えに行ってくれるのだ。さらに、温かい夕飯まで用意してくれるという優しさつき。弥生さん、お帰りなさい。もう少しで夕飯できるわよ。キッチンに立っている母さんは、鍋で何かを煮ている。匂いからして、私と娘の大好物であるカレーだと分かった。彩香はテーブルで絵を描いて遊んでいる。お母さん、いつもありがとうございます。いいの、いいの。こうしていつも支えてくれる義母に、私は頭が上がらなかった。そんなある日のこと、義弟の健太から、あずさが里帰り出産を希望していると連絡が来た。健太は、私の大学の後輩だ。婚活していたあずささんを健太に紹介したことがきっかけで二人は交際。そして去年結婚をしたばかりの新婚さんだ。不動産会社の営業マンをしている健太は忙しく働いている。そのため妊娠中のあずささんをサポートすることが難しいらしい。何よりもあずささん本人が里帰り出産を望んでいるらしく、ケンタもその方がいいだろうと考えているようだ。初めての出産で不安があるのだろう。その気持ちはとてもわかる。私は義母と相談し、来月から義妹としばらくの間同居することになった。翌月、あずささんはケンタに支えられながら実家に戻ってきた。母さん、お姉さん、しばらくの間お世話になります。彼女が頭を下げると、自慢の綺麗なロングヘアがサラサラと落ちた。もともとカットモデルをしていただけあって、とても綺麗でつい見とれてしまう。ケンタも私たちに頭を下げ、菓子折りを差し出した。私はそれをありがたく受け取ってから、あずささんに声をかけた。ここはあなたの実家なんですから、ゆっくりしていってください。ありがとうございます。
あずささんは少し申し訳なさそうに、そして嬉しそうに笑った。彼女を支えながら家にあげた後、私たちは1階にある部屋へ荷物を運んだ。その間、彼女はソファーに座り、くつろいでいる。その横に義母が座り、あずささんに仕事について質問していた。あずさちゃん、アパレルのお仕事はどうしたの？産休を取ってきたの？退職したの。初めての出産の後、続けるのは難しいと思って。しばらく専業主婦しながらこの子を育ててから就職するわ。もちろん落ち着いたらアパートに戻るつもりよ。そうなのね。それじゃあお腹の子のためにもゆっくりしていってね。ありがとう。あずささんの言う通り、落ち着いたらすぐに出ていくだろう。私もそのつもりで彼女の里帰り出産を支えるつもりだった。しかし、私たちと義妹の同居生活が始まった1ヶ月後、はじめは塩らしくしていたあずささんだったが、本性を現し始めた。彼女は一日中家にいるにもかかわらず、家事をしようとしない。妊婦だから体に気を使うのはわかるが、ずっとソファーでぐうたらされているのを見ると腹立たしく思う。ここは義妹の実家だから、くつろぐのは構わない。ただ、やってもらって当たり前の態度を取られるのは腹立たしい。極めつきは、あずささんからの嫌味だ。私が残業で遅い時は、義母が夕飯の準備をしてくれるのだが、どうやらそれが気に入らないらしい。今日も残業で遅くなった私は、義母に娘のお迎えをお願いした。帰宅すると、温かい夕飯を作ってくれていたので、お礼を伝えたのだが、そばにいたあずささんが口を挟んでくる。お姉さん、母さんに頼りすぎなんじゃないですか？私みたいに妊婦じゃないんですから、自分でできるでしょ？いいのよ、あずさちゃん。私が好きでやっていることなんだから。義母は私の味方になってくれるのだが、それもまた気に入らないらしく、ねちねちと小言を言ってくる。人に頼ってばかりなところ、うちの子に見せたくないんですけど、教育に悪すぎます。すみません、気をつけます。そう謝罪した私は、娘と共に夕飯の準備に取り掛かった。その間もあずささんは、席に座ってスマホをいじるだけで、準備する気配はない。娘が、おばちゃん、はいどうぞ、と言って、お箸やお皿を出しても、ありがとうの一言はない。そちらの態度の方が教育に悪い気がするが、黙っていた。そんな生活が続く中、私はある違和感を覚えるようになった。おかしいなぁ。もうシャンプーが減ってる。2週間前に買ったばかりなのになぁ。私のお気に入りのシャンプーがすでに半分もなくなっている。これはあまりにも早すぎる。1本3000円もするということもあって大事に使っているからこんなに早くなくなることはないはずなのに。おそらく義母か義妹が使っているのだろう。身内を疑うのは気分がいいものじゃないが、私は思い切って二人に聞いてみた。シャンプー？私は自分のお気に入りしか使っていないわよ。それにシャンプーなんて使えば使うほど減っていくものだし、気のせいじゃないかしら。お姉さん、私を疑っているんですか？あずささんの悲しげな表情を見て、思わず両親が痛む。しかし、私は彼女を怪しいと思っているのだ。その理由は、ふとした時に彼女から私が使っているシャンプーの匂いがしたから。さらに、実家に戻ってきた頃よりも、あずささんの髪にツヤがあり、美しくなっている。あずささんが使っているに違いない。注意をしたり、シャンプーの置き場所を変えたり、隠したりするなどの対策をした。が、あずささんは無断で使った挙句、いくら注意してもはぐらかしている。さらに、出産日が近づいている彼女に気を使っている義母は、あまりいじめないであげてと、あずささんの味方をする。たかがシャンプー一本とはいえ、私が働いたお金で購入して使っているのだが、私はあずささんにイライラしていたが、出産を終えれば帰るのだからと我慢し続けていた。それから数ヶ月後、あずささんは
予定よりも2週間早く出産し、可愛い女の子を産んだ。何事もなく出産できたことを喜ぶ家族。しかし、私だけはこれまで受けた彼女の嫌味や態度のせいで、複雑な思いを抱きながら祝福した。あずささんはこれからちゃんと家に戻るのだろうか。その心配は見事に的中した。あずささんは娘の1ヶ月検診が終わっても戻ろうとしなかった。幸い自分の娘の世話を押し付けるような真似はしてこなかったが、相変わらず家事をしようとはしない。少し手伝ってほしいと頼んでみると、出産したばかりの私をこき使うんですかと大げさに泣かれてしまい、義母に注意されてしまった。実母という強力な味方を得たあずささんは、私が家事をしている間、リビングで義母とおしゃべりをしながら小言を言ってくる。ご飯を用意するのが遅いことから始まり、味の濃さ、献立の内容、さらに掃除の仕方まで。特に義母が私と一緒に家事や育児をすることをよく思っていないようで、私と家事をしようとすると引き止める。お母さんは休んでてよ。今まで散々こき使われてきたんだからさ。家の仕事はお嫁さんの仕事なんだし、やらせておけばいいんだよ。さらに海外出張中の夫のことまで言ってきた。兄さんはきっとあなたと結婚したことを後悔しているんですよ。だから自分の娘を放っておいて海外出張に行っているんですよ。あずさちゃん、そんなひどいこと言っちゃダメよ。この発言はさすがに義母も私と一緒に注意した。しかしさらにあずささんの機嫌を損ねることになり、嫌がらせが増え、さらに私のものを使う頻度まで増えた。今までずっと不満を抱き続けてきたが、そろそろ限界が来そうだ。そもそもあずささんはいつ健太の元へ戻るのだろうか。まさかこのまま住み続けるの？私はあずささんが娘を連れてどこかへ出かけている間、義母にそれとなく聞いてみた。お母さん、あずささんはいつお帰りになるんですか？あずさちゃん？そうね、未定だって言っていたけど。未定ですって？まさか義母が何も言ってこないのをいいことに、いつまでも住み続ける気なのか？私は思わずこれまでの不満を義母に訴えた。自分の実家だとはいえ、いつまでここにいる気なんでしょうか。そろそろ健太さんのところへ戻って夫婦で子供を育てるべきだと思うんですが。それに育児で大変なのもわかりますが、少し家事をしていただきたいので、お母さんからも言っていただけませんか。それと私のものを無断で使わないように一緒に注意していただけないでしょうか。あずささんの娘が1ヶ月検診を終える頃には、あずささんの髪の美しさはさらに際立っていた。もともと髪質がいいこともあるが、明らかに実家に帰ってきた頃よりも綺麗になっている。その分私が使うはずのシャンプーが減り、出費がかさんでいるのだ。何度言っても私は知らないとはぐらかされるばかりで、謝る態度もなければお金を出す姿勢もない。義母から何か言ってほしいと期待したが、それは叶わなかった。義母は私の訴えについて苦笑しながらこう言った。あの子は出産したばかりだから体をいたわってあげなきゃ。あずさちゃんが夫の元に戻ったら全部家事と育児しなければならないでしょ。あずさもそれは嫌だって言っているしね。だからあと半年はここにいるわよ。私は出産後一人で家事育児をやり続けましたけど。そう反論したかったがやめておいた。義母との関係だけは良好なままにしておきたいからである。お風呂掃除してきます。ありがとうね、弥生さん。いつもあずさのお世話までしてくれて。私は義母に引きつった笑顔でうなずき、風呂場へ移動した。イライラしているせいで廊下にドスドスと私の足音が響いている。昼寝させた娘が起きるかもしれないと分かっていながら、私は静かに歩く努力をしなかった。母さんが娘であるあずささんをかばう気持ちは分かるけど、だからってそのしわ寄せが全部私に来ているなんて許せないわよ。
義妹に対する不満をつぶやきながら、私は洗面所の戸棚からシャンプーの詰め替えを出した。2週間前に買ったシャンプーがまたなくなってしまったからである。シャンプーのボトルを手に取ったその時、後ろから、ママ、何してんの?と娘の声が聞こえた。振り返ると、眠そうに目をこすっている彩香が立っていた。やはり私の足音のせいで起こしてしまったらしい。おはよう、彩香。起こしてごめんね。ママのシャンプーがなくなったから、詰め替えをするところよ。詰め替え?そう、シャンプーが足りなくなった分を入れるのよ。興味なさそうに聞いていた彩香は、私が持っているシャンプーボトルを指さして言った。これ、ママのシャンプーなんだよね。そうよ。あのね、ママのシャンプー、あずさおばちゃんも使ってたよ。私はすぐに言葉が出なかった。まさか、彩香が目撃していたとは。ねえママ、それママのシャンプーなんだよね。あずさおばちゃんに使っていいよって言ったの?娘の問いに対し、私は首を横に振る。うん、言ってないわ。ねえ彩香、人のものを勝手に使っちゃダメなんだよ。あずさおばちゃんには私からちゃんと注意しておくから、彩香は真似しちゃダメだからね。うん、わかった。私は彩香の頭を撫でながら考えた。私の態度や家事のやり方は子供の教育に悪いと嫌味を言っていたあずささん。許可なく勝手に人のものを使う方が教育に悪い。しかし、言葉で言っても彼女には通じないだろう。一体どうしたら。ママ、これもないよ。そういう娘の手には月に一度使っている脱毛剤のチューブが。それを見た私はいい方法を思いついた。あの脱毛クリームをシャンプーに入れ替えて、あずささんを懲らしめるのである。大人げない気もするが、こうでもしないと彼女は懲りないだろう。私は早速、脱毛剤をシャンプーボトルに入れた。シャンプーの詰め替えを娘が気に入っている空のシャンプーボトルに入れていると、彩香が、ママ、入れるの違うよ、と指摘した。それに対し私は、しばらくの間こうしておくの。あずさおばちゃんには内緒、と言った。内緒?そう、内緒。秘密だよ。しー。わかった。しー。三歳児が秘密を守れるとは思っていないが、バレたところで何も問題はない。ただあずささんが言い逃れできなくなるだけだから。何も知らないあずささんは、また私のシャンプーを使い始めた。しかし、中身は脱毛剤のため、使えば使うほど髪の毛が抜けていく。中身が変わっていると気づいたのは、入れ替えてから一週間ほどのことだった。娘を寝かせた私は、お風呂に入る準備をしていた。するとそこへ、あずささんが怒鳴り込んできた。あんた、よくもやってくれたわね。脱毛剤に入れ替えるなんて信じらんない。見てよ私の頭、こんなに髪の毛が抜けちゃったのよ。激しく抜けており、少しハゲている。以前の美しいロングヘアは見る影もない。やりすぎたかな、という罪悪感と、ざまあ見ろという気持ちを感じながら、私は淡々と答えた。あらあら、大変なことになっていますね。前使っているかと聞いたとき、使っていないと言っていたので、脱毛剤をシャンプーボトルに入れ替えたんですよ。もしかしてあずささん、嘘ついていたんですか?それは。彼女は言葉に詰まり、何も言えないでいる。そんなあずささんに、私は言った。私、今からお風呂なんですよね。早く入りたいので、出て行ってもらってもいいですか?なんなら、一緒に入ります?バカにしないでよ!そう叫んだあずささんは、ドスドスと足を鳴らして、リビングへ戻っていった。大声で義母を呼ぶ声が聞こえてきた。おそらく、私のことを告げ口しようとしているのだろう。めんどくさいなぁ、と思いながら、私はシャワーを浴びた。風呂場から出ると、困った顔をしている義母と、
驚いた顔をしているあずささん、そして彼女の夫である健太が呆れた表情で立っていた。あずさ、帰るよ。これ以上先輩とお母さんに迷惑をかけるのはやめてくれ。あなた、どうしてここにいるの？私が彼を呼んだんですよ。後ろからそう声をかけると、あずささんが振り返って睨んできた。健太は私と目が合うと軽く会釈し、また彼女を説得しようとしている。義母は、わめくあずささんを見て、おろおろしている。実は、あずささんの態度や嫌がらせについて、彼女の夫である健太に相談していた。彼もなかなか帰ってこないあずささんを不審に思っていたらしく、今日彼女を無理やり連れ帰るために来たのだ。なんで私が帰らなくちゃならないの？ここは私の家なのよ。それに、この頭見てよ、弥生さんってばひどいのよ。ひどいのはお前だろ。勝手に先輩のシャンプー使い切って、感謝の一言や金を出すどころか、嫌味ばかり言ったらしいじゃないか。お前の頭がそうなったのなんて、自業自得だろ。健太があずささんを叱りつけると、彼女は悔しそうに唇を噛み、涙を流している。健太は、私と義母に向き直ると、深々と頭を下げた。お母さん、弥生さん、うちの嫁が迷惑をかけてすみませんでした。また改めて謝罪しに来ます。こいつは連れて帰って、俺からきっちり言い聞かせておくので。健太さん、私は迷惑だなんて思ってないわ。大事な娘だもの。いくらでもここにいていいじゃないの。そんな無理やり連れ帰らなくても。いえ、お母さん。これ以上ここに居座ったら、妻は人としてダメになります。俺たちの娘に悪い影響を与える。それに先輩が、弥生さん一人にこれ以上負担をかけたくありません。健太さんはきっぱり言うと、あずささんの荷物を軽く整理し、嫌がるあずささんと寝ている娘を抱いて実家から出て行った。取り残された義母はしばらく玄関を見つめていたが、私に向き直って頭を下げた。弥生さん、ごめんなさいね。私の娘だからといって甘やかしすぎたわ。あなたに大きな負担をかけてしまって、どうか許してちょうだい。もういいんですよ、お母さん。夜も遅いですし、もう休みましょう。義母の謝罪を受け入れると、彼女は改めて、ごめんなさい、ありがとう、と言った。数日後、健太さんとあずささんが菓子折りを持って謝罪しに来た。あずささんは、健太にこっぴどく叱られたようで、すっかりおとなしくなり、深く反省しているようだった。帰宅してから彼女は、夫に支えられながら、家事と育児を両立しているらしい。不器用で、至らぬことが多いようだが、健太は、よく頑張ってくれているよ、と、あずささんを褒めていた。様子を見に行った義母も、あずさちゃん、立派なお母さんになっていたわ、と、嬉しそうにしていた。その報告に安心したが、しばらく義舞との交流は避けようと思っている。ようやく、元の平穏な日常を取り戻した私は、この一連の出来事を海外にいる夫にビデオ通話で話した。そんな大変なことがあったのか。そばにいてやれなくてごめんな。いいのよ。もう解決したことだし。あとどのくらいで日本に戻ってこられるの？そうだな。早くて半年。長くても一年で帰れると思う。そっか。パパ、早く帰ってきてね。ビデオ通話に参加していた彩香が言うと、何かを決意したような顔をした。そして、ああ、早く帰るよ、と答えた。もしかしたら、予定よりも早く日本に戻る努力をしてくれるのかもしれない。私は、夫が海外出張から帰ってくる日を楽しみにしながら、義母と娘と穏やかな日々を送っている。奥さん、コウジ君に続婚なんだね。いい年したおばさんが必死でみっともない。俺がいなくて寂しいんだよ。結構きつい性格だからさ。
会社で話し相手がいないんじゃないかな。なるほどね。私、年をとってもこういうおばさんにはなりたくないな。給湯室から聞こえてくる夫と浮気相手との会話。私のことを侮辱して笑っている。冷静に怒りを沈めながら、私はカバンの中からそっと携帯を取り出して夫に連絡を入れた。私の名前は加藤美雪、35歳、信託銀行に入行して今年で14年目、不動産営業部のエースとして忙しい毎日を送っている。自分で言うのは気が引けるが、次期社長候補の呼び声が高い。次期課長候補のような中堅社員の仕事は多岐にわたる。若手社員と派遣社員の教育、新規開拓、取引先への定期的な訪問、そして巨大プロジェクトの進行。出勤してパソコンの電源をつけるとメールが50通は来ている。熱々のブラックコーヒーを片手に、全ての未読メールに目を通すのが朝の日課だ。仕事をしていると辛いことや苦しいこともあるが、私には癒しの存在がいるから大丈夫だと思えた。その存在とはイケメンの夫、コウジだ。5歳年下のコウジとは結婚して2年になる。仕事一筋だった私がまさか結婚するとは。職場の同僚も家族もみんな驚いていた。コウジは取引先の社員で、私は彼が新入社員の頃から知っている。生意気だけれどどこか憎めない性格。取引先との親睦会をきっかけに急接近し、お付き合い、婚約、結婚がトントン拍子に決まったのだ。さて、今日は待ちに待った金曜日。自宅で美味しいお惣菜とワインを楽しみつつ、映画を見るのが私たち夫婦の習慣になっている。私は昔から料理が苦手だ。一時期お料理教室にも通っていたが、全く上達しなかった。私は料理をするよりも美味しいお惣菜を買うためのお金を稼ぐ方が性に合っている。デパ地下でサラダとローストビーフを購入し、電車に乗り込んだ。車内で SNS をチェックしていると、やたらと赤ちゃんの写真が目に入る。ベビーラッシュだ。周りの友人も子持ちの割合が増えてきた。今まで仕事に全力投球してきたが、私もいつかは子供が欲しい。親にも孫の顔を見せてあげたい。でも当時はどう思っているのだろう。私たち夫婦は今まで子供のことを話し合ったことがなかった。この話題を避けてきたつもりはないけれど、まだ新婚だし、なんとなく先延ばしにしていたところがある。今夜にでも相談してみようかと思っていた時に LINE の通知が来た。コウジからだ。明日から月曜まで急な出張が入った。これから会議で、今日は会社に泊まると書いてある。絵文字はなし。きっと急いで打ったのだろう。私は分かったとシンプルに返信をした。今晩は将来のことを話し合いたかったから、工事が帰宅できないのは残念だが、仕事ならば仕方がない。焦る必要はないし、また別の機会に話せばいい。私は自分にそう言い聞かせた。それにしても今回の出張は3泊4日で、いつもより長い。何かトラブルでもあったのだろうか。ということは出張帰りは多分クタクタになっているはず。私はコンビニでコウジの好きなチョコレートのお菓子を買ってから自宅に戻った。乾燥機の中から服を取り出し、畳んでいく。そういえば最近コウジの服の趣味が変わった気がする。ちょっと前までコウジの服は黒かグレーのシンプルな色ばかりだった。私がちょっとは違う色の服でも買ったらと言っても聞く耳を持たなかった。しかし今では青や緑などの鮮やかな色の服をよく着ているみたいだ。好きな芸能人にでも影響を受けたのだろうか。服と下着を収納するために工事の部屋に入ると、デスクの上にタブレット端末が置いてあった。コ
浩二がいつも仕事で使っているものだ。私はすぐに LINE でタブレットを会社に持って行ってあげようか、ついでに着替えとかもと送った。妻として仕事を頑張る夫を応援したい。着替えの準備をした後に LINE を開いたが既読はなし。おそらく会議中なのだろう。私は返事を待たずにタブレットと着替えを持って浩二の会社に向かった。浩二の会社には取引先として定期的に足を運んでいるため入り口の警備員さんとも顔なじみだ。事情を説明するとすぐに中に入れてくれた。真っ暗な廊下、この時間に訪問するのは初めてで見慣れた景色も違って見える。私が歩き出すと人感センサーが反応して一気に明かりがついた。少し安心して階段を上る。浩二の部署は3階だ。飲み物でも差し入れてあげようと思い、私はまず2階の自販機コーナーに向かった。その途中、給湯室の近くを通りかかるとボソボソと人の声が聞こえる。2階は経理部と総務部と記載があったから、この時間には全員退社しているはずなのに。不思議に思いながら近づくと聞き覚えのある声。これってもしかして。私は給湯室のそばで身を潜めて会話を聞いた。ああ、こうして君を抱いていると癒される。年上のおばさん女房とはうまくいってないの？仕事が趣味のつまらない女だからさ、料理も下手くそだし。そっと給湯室の中を覗くと私は息を呑んだ。浩二と若い女性社員が抱き合っていたのだ。甲高い声、派手なデザインのピアスに綺麗な巻き髪。抱き合っている相手はこの前訪問した時に紹介された新入社員の真央ちゃんだとすぐに分かった。仕事上浩二とはあまり接点がないはずなのに、挨拶をした時に旦那さんにはいつもお世話になっておりますと言われた。お世話がこういう意味だったとは。ショックを受けたが、私は自分でも驚くくらい冷静だった。深呼吸をしてカバンから携帯をゆっくりと取り出す。お疲れ様、タブレット届けに来たのだけど少しだけ会える？と LINE を入れた。給湯室から LINE の通知音が聞こえる。うわ、嫁さんだよ、余計なことしやがる。奥さん、なんて言っているの？タブレット届けに来たから会えるかって。え、会社に来ているってこと？まずいじゃん。うちの社員じゃないし会社には入ってこれないよ。安心して、とりあえず既読にしちゃったから返信するわ。浩二から、今は会議中だから無理と返事が来た。私は浩二の嘘をつけないところが好きだった。思ったことはすぐに口に出してしまって、たまに反感を買うこともあるけれど素直で正直。でも本当の浩二は嘘の塊でできたような男だったのだ。浩二からの LINE に落胆しながらも、私は追加で LINE のメッセージを送った。うわ、また LINE 来た、マジで鬱陶しいわ。今度は何？待っているからいいよ、大変なことになるわよ。だってさ。やだ、脅し？怖い。浩二くんにぞっこんなんだね。いい年したおばさんが必死でみっともない。俺がいなくて寂しいんだよ。結構きつい性格だからさ、会社で話し相手がいないんじゃないかな。なるほどね。私、年を取ってもこういうおばさんにはなりたくないな。真央ちゃんはこんなおばさんにはならないよ、俺が保証する。私のことを侮辱してキラキラと笑い合う二人、怒りがふつふつと込み上げてくる。携帯を見ると浩二からの LINE 通知。会議長引きそうだからごめんねと書いてあった。私は必死に怒りを鎮め、静かにその場を後にした。私の前では見せないデレデレとした浩二の表情、
何度思い出しても虫唾が走る。マンションに到着すると、張り詰めていた糸が切れたのか、ハラハラと涙がこぼれた。受け入れがたい浮気の事実。あの親密度合いはおそらく昨日今日の関係ではない。私は浩二のことを誰よりも信頼していた。世界で一番の味方だと思っていたのに。私たちのこの2年間の結婚生活は一体何だったのだろうか。食欲を失った私はソファーの上で横になり、これからのことをぼーっと考えた。私はその日、化粧も落とさず、ソファーの上で眠ってしまった。翌朝、頭痛で目が覚める。昨日の出来事は、悪い夢であってほしかったが、どうやら、夢ではなさそうだ。フローリングに無造作に置かれたカバンの中から、携帯を取り出す。LINE を確認するも、工事からの連絡はなし。今頃二人で楽しくデートでもしているのだろうか。シャワーを浴びてすっきりした後、私はクローゼットの横からスーツケースを取り出して、今までのことに思いを馳せた。新婚旅行用に買った思い出のスーツケース。まさか2回目の使用がこんな形になるとは思いもしなかった。必要最低限のものをスーツケースの中に詰めていく。パッキングを終えた後、私はデスクの中から一枚の紙を取り出した。離婚届だ。役所に入籍届を出した時に、浩二には内緒で離婚届の用紙を役所から持ち帰ってきていたのだ。人生、何が起こるかわからない。友人の何人かは結婚して数年で離婚をしたため、私は念には念を入れて記入済みの離婚届を机の中に入れていた。過去の自分の行動に感謝をしたい気分だ。私はリビングのテーブルの上に離婚届と IC レコーダーを置き、部屋を出た。実家に着くと、両親は温かく私を迎え入れてくれて、私はまた泣いてしまった。日曜日の夜、明日は出勤しなければならない。会社を休むことも考えたが、プライベートな事情で同僚に迷惑をかけるわけにはいかない。明日は大切なプレゼン発表の日なのだ。それに仕事は私のことを裏切らない。プレゼンの資料の最終確認をしていると、工事から電話が入った。一体どういうことだよ。声が震えていて、動揺していることは明らかだった。やっと気づいたのか。まさか浮気していたなんてね。 IC レコーダーで録音させてもらったわ。テーブルの上に置いてあったでしょ。聞いた？私は営業で言った言わないのトラブルを防ぐため、IC レコーダーを持ち歩くのが癖になっていた。あの日もカバンの中に入れていたから、二人の会話を録音することができたのだ。聞いたけど、あまりよく撮れていなかっただろ。あの男性、こいつは似ているけど俺の声じゃないよ。しらじらしい態度で押し通す工事。こうなったら決定的な証拠を突きつけるしかない。まあそうかもしれないわね。ところで、どこに出張に行っていたの？数秒の沈黙の後、浩二は静岡の伊豆に行っていたと答えた。私は浩二のタブレットからメールを送り、浩二にそれを見るように伝えた。そのメールには、給湯室で抱き合っている浩二と真央ちゃんの写真が添付されていた。浩二は絶句しているようだ。あなたのタブレットのカメラって高性能ね。ズームをしてもはっきり撮れる。私も同じやつ買おうかな。浩二はだんまりを決め込んでいたが、私は攻撃をやめなかった。絶対に白状させてみせる。
あなたの会社の人に確認したの。土日に出張なんてないって断言していたわよ。私は金曜の夜、工事の上司に連絡をしていた。忘れ物を届けたいけれど、重要な会議とやらで工事と連絡が取れないから出張先を教えてほしいと。観念した工事がついに口を開いた。みゆき、すまなかった。ちょっと火遊びしたくなったんだよ。言い訳なんか聞きたくない。あの子は本気じゃないんだ。本当に愛しているのはみゆきだけだよ。そんなの信じられるわけないでしょ。最低。頼む、信じてくれよ。もう二度と浮気なんてしない。誓うよ。必死に食い下がってくる工事。しかし私の気持ちは変わらない。離婚しましょう。それと慰謝料、後日きっちり請求するから。マンションのローンと合わせて大変だろうけど、せいぜい頑張って。2年前にマンションを購入した際、工事の名義でローンを組んでいた。当初は収入が多い私の名義でローンを組む予定だった。しかし土壇場になって工事が見栄を張り、男の俺がローンを支払っていきたいと言い出したのだ。後悔している工事の姿が目に浮かぶ。まあそう結論焦るなって。俺たちならきっとやり直せる。そうだろ。さようなら。私はプツンと電話を切った。翌朝、案の定工事は上司に呼び出され、嘘の出張話のことを問い詰められたそうだ。工事の上司は私が若手の頃からよくしてくれている。負けず嫌いで物おじしない私の性格を気に入ってくれているのだ。今回の件でも私の強い味方になってくれた。その後私と工事は正式に離婚をした。公正証書を作成し、もちろんマンションのローンと慰謝料のことも内容に盛り込んだ。しばらくしてから工事と真央ちゃんとの浮気を同僚にリークされたそうだ。瞬く間に噂は社内中に広がり、完全に居場所を失った工事は自主退職、送別会すら行われなかったらしい。自業自得で同情の余地はない。さらに驚きだったのは、真央ちゃんが既婚者だったということ。結婚指輪をしておらず、本人も明言していなかったため、会社の人事以外は誰も彼女が既婚者だということを知らなかったのだ。社内が大騒ぎになったことは言うまでもない。何がきっかけになったのかは不明だが、彼女の旦那さんにも浮気がバレてしまい、工事はその人からも慰謝料を請求されているらしい。ちなみに真央ちゃんは現在もあの会社で働いている。見かけによらずずぶとい性格の女の子だ。部署が異動になったため、私が彼女と会うことはもうないだろう。会社側の配慮に感謝をしている。支払い能力が足りない工事はやむなくマンションを手放した。売却額は知らされていないが、購入額を上回るはずがない。工事に残ったのは多額の借金だけ。数ヶ月は実家で暮らしていたようだが、ご近所さんからの目が気になる両親は工事を家から追い出した。就職活動はなかなか思うようにいかず、交通整理の日雇いアルバイトをしながらなんとか生活しているらしい。トイレと風呂なしのボロアパートでギリギリの暮らしをしていると風の噂で聞いた。まあ私にはもう関係ないこと。どんなに貧しい暮らしをしていても、彼には必ず慰謝料を全額払ってもらうつもりでいる。一方私は仕事を頑張った成果が出て、前期の営業成績が全国の営業店の中でトップだった。社長から表彰され、みんなから祝福された。ボーナスの金額を見るのが今からとても楽しみだ。嬉しいことはさらに続いた。なんと社長が料亭に連れて行ってくれたのだ。社長と対面で話すのはこれが初めて。最初は緊張していたが、社長の気さくな性格と
ウィットに富んだトーク術のおかげで食事会は大盛り上がり、お酒も進み、私たちは楽しいひとときを過ごした。終盤になると酔っ払った社長がもう一人呼ぼうと言い出した。夜ももう遅い、さすがにまずいと思い止めようとするが、社長に私の声は届いていない。30分後、個室の扉を開けたのは社長の息子だった。彼は会社の常務だという。父がご迷惑をおかけして申し訳ないと謝る彼の紳士的な振る舞いに私は好感を抱いた。その後、私のことを気に入ってくれた社長は業務時間中によく私のデスクまで顔を出すようになった。お菓子を持参してくる日もあった。週末には一緒にゴルフをする仲になり、社長の息子も参加するようになった。ゴルフがきっかけで私と彼の距離は縮まり、現在いいお付き合いをしている。恥ずかしい話だが、社内では未来の社長夫人という噂が広がっているらしい。人生、何が起こるか本当にわからないものだ。工事の浮気現場を見た時は私の人生が崩壊したと思った。心から信じていた人からの裏切りは相当なダメージだった。しかし私は今幸せの絶頂にいる。さて、今日も仕事を頑張ろう。私は熱々のブラックコーヒーをカフェでテイクアウトし、会社へ向かった。